行くぞ。先はエルボニア帝国領クロスベルシュである。今のは警告だ。これ以上進むなら容赦はしない。修行不足です。負傷者と捕虜を回収したらタングラン門へ帰投しましょう。演説が終了するまでの間、使用暦1205年3月、青の大樹が消滅してから2ヶ月以上が経過していた。
ビーター大統領の逮捕とクロスペル独立国の無効宣言、それを受けてのマクダイル議長によるクロスペル市長への暫定就任、そして予想よりもはるかに早かった帝国の内戦終結とクロスペルへの侵攻。ガレリア要塞の橋は落とされていたが、帝国軍は大型飛行艦を利用して数百台の戦車をクロスペル側に送り、電撃作戦をもってクロスペル市を占領した。ここに来て長らく混乱していたカルバード共和国もようやく反応し、再生鋭と謳われる空挺機甲師団を幾度となくクロスペルへ投入したが、その都度帝国の新兵器機甲兵の部隊に翻弄され撤退を余儀なくされていた。そして今日クロスベルの真相特区となった超高層ビルオルキスタワーにて、新たなクロスベルの支配者たちの演説が始まろうとしていた。再びこの地を訪れられたこと、個人的には誠に嬉しく思う。だがガレリア要塞の消滅をはじめとするクロスベルの暴走、そしてそれに端を発する帝国内における大規模な内乱、犠牲と被害はあまりに大きく、帝国民の怒りと悲しみは未だ冷めやらぬのが現状だ。しかし今日この日をもって全てを水に流そうではないか。憎しみと悲しみを乗り越え共に歩んでいくことの喜び、激動の時代にあって輝ける明日を共に目指す意志、我々ならば必ずや共有できるはずだ。それでは紹介させてもらおう。帝国における内戦の早期終結に尽力してくれた若き俊英、そして驚くべき手腕で今回の歴史的快挙を成し遂げた最大の功労者、初代クロスベル総督に就任したルーファス・アルバレア卿である。ご紹介に預かりましたルーファス・アルバレアです。この度縁あってクロスベルの行政を担うという大役を任されることと相なりました。ご存知のように
帝国には身分制度があります。私はそれを肯定する立場ですが、いずれ身分制度はなくなるでしょう。帝国に住む全ての人々が勇気と誇りを、品格と礼節を備えることができるのならば、その意味で私も皆さんと同じ一人の人間でしかありません。初代総督という立場ではなく、ルーファス・アルバレア個人として皇帝ユーゲント三世陛下の皆において、今ここにクロスベルのエレボニア帝国への併合を宣言します。空の女神も昇乱あれ。帝国とクロスベルの地に永遠の栄光と繁栄を。我々兵ゆえが協力できるのはここまでです。巡回兵には鼻薬を嗅がせました。あとはロイドさんたちのお好きなように動いてください。感謝します。
サオさん。何？こちらも撃てる布石は撃っておきたいですからね。クロスベルの全情報が集まる中枢にしてアキレス腱。あなた方が動いてくれるなら渡りに船というものです。その言葉今はありがたいですよ。インドの、いえ、リーシャさんもお気をつけて。どうやらかなりの手だれがクロスベル入りしたそうですよ。ええ、こちらも耳にしています。ご忠告ありがとうございます。いえいえ、大切な将来のビジネスパートナーですから。それではお二人とも作戦の成功を祈っていますよ。ふう、思っていたよりも協力的だったな。当然狙いはあるんだろうけど。抜け目ない人です。占領後も最大限に有利に立ち回りたいんでしょう。確かに共和国とのパイプ役にもなりそうだからな。レクターさんあたりとも気が合いそうだし、いつ敵に回るかわからないか。ええ、お互い気をつけましょう。それぞれ守るべき大切なもののために。ああ、ティオの指定した場所はこの先のエリアだ。行こう、リーシャ。はい、ロイ。勝負を始めます。行くぞ。俺の番だな。はい、せい。後期です。そこだ。そこだ。させない。行くぞ。えい。俺の番だな。えい、いや、崩した。ストーキ。
お前だ。ありがとうリーシャ、助かったよ。こちらこそありがとうございます。速やかに終わらせます。はい、これで消える。トーンセイハトーン。ライジングサーン。はい、愛は無限、去りゆく者への手向け。眠れ白金の光に抱かれて。バッハッ。さあ次に行きましょう。もっと精進しない。結構手ごわ。長い間放置されていたので危険な魔獣も多そうですね。でも今のがアークスの力ですか。なあ、かなり戦力になりそうだ。帝国でテストされている最新式の戦術オーブメントか。エルアーツは少ないですが、エニグマ2よりも実践的かもしれませんね。さすがは軍事大国で開発されただけはある。ミシェルさん経由で入手できてよかったよ。まさかここまで完璧に呼吸が合わせられるとは思わなかったけど。不思議でしたね。まるでお互いのことが隅々まで分かり合えるような。
そのなんだアルカンシェルの舞台でイリアさんと一緒に演じてるような感覚なのかな。そうですね確かに近いかもしれません。イリアさんとでしたら必要なさそうですけど。ジオフロント E 区画、何でも意図的に隠されていたエリアみたいですね。機密保持の観点から厳重に封印されたらしい。汚職議員や役人たちが都合の悪いデータを隠蔽する。エリーによるとそんな風にも利用されていたみたいだな。なるほど、確かにそれはこのまま放置できませんね。ああ、何としても終点までたどり着かないと。気合を入れていこう、リーシャ。はい。私の番つけ。俺の番だな。覚悟。よしよし、もう大丈夫だ。よし、やったぞ。
せい。えい。よし、一気に行くぞ。覚悟。はっ。俺の番だな。これで。よし。もう。ですね。私の番ですね。俺の番だな。速やかに私の番です。行くぞ。私の番ですね。俺の番だな。覚悟。はい、やっ。俺の番だな。覚悟。やっ。そこです。よし。やっ。やっ。私の番。攻撃です。そこだ。ありがとうリーシャ、助かったよ。ダクトか、俺が先でよかったな。ん、ロイドさん。なんでもない。際どすぎるなんてさすがに言えないよな。おっと、宝箱だ。足場が下がってるな。どこかに
動かす仕掛けがありそうですね。リーシャ、おっと宝箱だ。おっと、宝箱だ。負けられない。はい、そこで勝機です。そこだ、そこで今です。そこだ、俺の番だ。私の番、私の番、行くぞ。私の番、はい、せい、行くぞ。はい、はい、さあ次に行きましょう。私の番ですよ。行くぞ。
私の戦闘終了。さあ、かかってこい。私の番ですね。これ戦闘終了。気を引き。
勝負を弾かい。行くぞ。今だ。私の俺の番だ。覚悟。さあ次に行きましょう。さあ、かかってこい。そこだ。俺の番だな。今だ。お前だ。ありがとう、リーシャ。助かったよ。こちらこそ。私の番ですね。攻撃です。そこだ。よし、エヴァ覚悟。はっ、そこだ。よし、エヴァ。私攻撃です。そこだ。させない。許しません。この程度ならThank you.
ってこい。これで私の番です。はい。走れ。オーバーライズ。攻撃です。そこだ。よし。崩した。行こう、B 社。了解。私の今です。そこだ。私の番です。これでどうした。よし。もう大丈夫だ。エレベーター、この下が目的地ですか。ああ、エイエイトン。よし、私の攻撃です。そこだ。よし、はい、よし、戦闘終了。強敵は降りかかる日の私の番ですね。これでどう。はい、はっ、覚悟、はっ、私の番ですね。はっ、ありがとう。油断しました。これでどう。すまない、みんな。降りかかる日の、はい、これで私の番ですね。覚悟、はっ、攻撃です。そこだ。許しま
さすがに狭いな。負けられない。はい、セイ、ゴーキです。そこだ、そこです。俺の番だな。いや、崩した。ゴーキ許しません。覚悟か。はい、やー、今です。そこだ、俺の番だ。今だ。ゴーキ、私か。戦闘終了。一つ目のロック解除ですね。あ、良さそうな宝箱です。速やかに。お、はい、行くぞ。またか。よし、来た。そこで飛行機です。そこだ、私の覚悟。戦闘終了。はい、行くぞ。私の番ですね。引きましょう。回り込まれた。行くぞ。一旦引くぞ。ダメか。はい、まだない。さあ次に行きましょう。さすがに狭いな。強敵ですね。えい、注意してください。ちょ、私の番。俺の番だな。許しません。私の番ですね。
し、ストップ。私パッ、今です。行きましょう、ノイダさん。了解。私の番ですね。はっ、今です。そこだ。許しません。我が名。さあ次に行きましょう。負けられない。私の場合、後期です。行きましょう、ノイダさん。了解。せい、せい。行くぞ。えい、崩した。後期。私の場合、そこだ。ありがとう、リーシャ。助かったよ。こちらこそ、ありがとうございます。リーシャ、助かったよ。こちらこそありがとうございます。
強敵ですね。注意してください。降りかかる火の、はい、引きましょう。回り込まれた。行くぞ。行った。よし、先に進もう。おっと、宝箱だ。おっと、宝箱だ。せい。負けられない。はい、やっ。よし。はい、やっ。私は。よし。はい、せい。よし。よし。もう。
勝負を始め、私の攻撃です。そこだ、俺の番だな。私の攻撃です。そこだ、よし、まだまだいける。私の番ですね。せい、攻撃です。行きましょう、ロイドさん。分かった。行くぞ。覚悟。よし。私、せい、攻撃です。そこだ。はい、せい、攻撃です。そこだ、そこだ、俺の番だ。覚悟、せい、今です。行きましょう、ロイドさん。分かった。ありがとう、リーシャ。助かったよ。こちらこそありがとうございます。勝負を始め、覚悟。俺の番だな。しました、行くぞ。よし、俺の番だな。よし、負けるか。まだやれる。すまない、みんな。はい、よし、行くぞ。立て直せ。行くぞ、スペア。このカップ、そこで立て直せ。さあ、次に。ロイドさん、その先が。ああ、集中端末室のはずだ。これがクロスベルの動力ネットの中枢にあたる施設ですか。実際にはそこまで単純な構造じゃないらしいけど。ただここを帝国軍に抑えられたら、クロスベルに関する全ての情報が掌握されてしまうことになる。市民情報や交流関係、ミラの動き、ジオフロントの構成図に至るまで。今後の活動を考えると、それだけは避けなくちゃならない。はい、ここを破壊するわけにもいかないんですよね。ネットを使った活動では有力な足場になるみたいだからな。端末設備そのものは損ねずに、膨大な機密情報のみを消去する。
リオさんたちが作ったデータ初期化ユニットですね。ああ、設計したのはロバーツ主任とヨナみたいだ。バックアップを取りながら集中端末を初期化する。別に俺は大したことはしてないけどね。このユニットなら数時間かかるバックアップも10分で終わらせられるみたいだ。ロバーツ主任とヨナが専用プログラムを組んでくれてね。すごいですね。ではそれまでの間、なんとかここを確保して。そこまでだ。目標確認。ロイド・バニングス、リーシャ・マオと推定します。俺たちの名前まで。それにその獲物はタチ、アリオスさんと同じ武器か。風の牽制、アリオス・マクレイン。彼がいたら厳しそうだったが、なんとかなりそうだな。クラウソラス。漆黒の傀儡。これもオーダーだ。あなたたちの狙い、悪いが阻止させてもらう。こちらも悪いが従うわけにはいかなくてね。ここは通しません。戦術リンクを確認。どうやら結構な数が流れているみたいだな。こちらも行こう。了解。初期化までの間、持ちこたえられればいい。行くぞ、リーシャ。はい、ロイドさん。こちらも行くぞ。了解。目標を撃破します。はあ、リーンさん、お願いします。ああ、これより制圧を開始する。はい。我が家俺の番だな。やっ、えい。はい、走れ。オーバーライズ。これで。はい。
光機です。そこだ。ブリューナ君、勝者。クラスの使い手はともかく、ただの捜査官がそこまで。あいにく家系的にしぶといのが取り柄でね。君こそその若さでとんでもない太刀筋だな。未だ修行中の身、牽制には到底及ばない。リーンさん、時間がありません。そろそろ本気を出すべきではないかと。分かった。これは銀の木。初期化が完了しました。これよりシステムを初期状態で再起動。いや
よし、間に合いましたね。どうしますか。レクター大尉からのオーダーは2つ。初期化を阻止できなかった時の対応をするだけだ。レクター大尉、帝国軍情報局の。来い、愛の騎士バリバール。神器、いえ違う。まさか。ロイドさん、せめてデータだけでも。今回の痛み分けとしましょう。あなたたちの逮捕命令はまだ出ていない。引いてください。一つだけ聞かせてくれ。もう知ってるだろうが、俺はロイド・バニングス、クロスベル警察の捜査官だ。君の名前は。トールズ士官学院7組所属、いや、クロスベル総督府臨時部官、リーン・シュバルツァー。こちらシュバルツァ。よ、お疲れさんだったな。大したことは何も。データの初期化は阻止できませんでした。ま、いいだろ。それならそれでこっちにもやりようはある。向こうも言いたてだろうが、諦めるような玉じゃねえしな。彼らのこと、レクター・アランドール、情報局特務隊。ま、絶望的な状況を諦めずに何度も乗り越えてきた連中だ。すみません、力になれませんでした。嫌な予感はしていたのに。仕方ないさ。さすがに予想外すぎた。神器とも人形兵器とも違う、騎士のような友人兵器。愛の鬼神って言ってたな。はい、尋常ならざる力を感じました。あれも帝国軍の新兵器の一種なんでしょうか。飛行兵だったか。あれとも違う気がする。乗り込んだ彼も含めて。とにかく帝国軍にデータが渡らなかっただけでも同じだ。あの集中端末がなくなってもティオたちなら何とかしてくれる。もちろんエリーにランディも、ノエルに課長、ラドリーさんたちも、キーアやアリオスさん、ワジたちやサイトだって。今はあがいてみんなで壁を乗り越えていこう。義理は果たしたでしょ。バリマールと一緒に午後の列車で戻ります。ま、別にいいけどな。どうせだったらアイゼングラフで一緒に戻っちゃどうかとは思うが、あれから一度も話しちゃいないんだろう。失礼します。
お別れですね。また機会があればよろしくお願いします。ああ、そうだ、ミリアムに伝言は？特に何。私はあくまで道具、姉妹にこだわりはありません。彼女も本質は同じでしょう。君はまあいい。危険な任務も多そうだから、くれぐれも気をつけてくれ。しましたか？いや、なんというか羨ましいなと思ってさ。窮屈だっただろう。気にすることはない。このまま休止状態で彼らに身を任せるとしよう。ああ、それではお願いします。リンさん、お疲れ様でした。大したことはしていません。すべてはバリマールの力と。あなたたちの狙いが功を奏しただけでしょう。怒っていますよね、私たちのやり方に。別に、内戦が迅速に終結したのは良かったと思っています。クロスベルの件についても俺が口を出せることじゃないですが、ルーファスさんがあなたたちの筆頭だったのは真実知らなかったとして、俺の父親については本当に知らなかったんですか？うすうす気づいていました。どこか雰囲気や顔立ちが似ているというか、閣下も意外なほど七組に興味を示されていましたから。そうですか、それでは失礼します。あ、で、雪は降らなかったみたいだけど、あの時の紅葉が残っていないわけじゃない。でもなんでこんなに肌…あ、ライノの花。お帰りなさい。おかえり、リン。何をぼーっとしてるんだ。咲きかけのつぼみを見て柄でもなく浸っていたか。みんな
ちょうど昨日くらいにつぼみをつけ始めたんです。一週間くらいでぼちぼち咲き始めるって気が早いのもいるみたいだけど。そっか。ただいま、みんな。うん。本当に。それなら。いや。今日はこのままお疲れ様会になだれ込もうと思ったのに。ソロ、ナイスアイデア。レッツパーティーだね。えい、真面目にやりたまえ。それは夜ということで。ならば学院に戻るとしようか。リン、お帰りなさい。教官。はい。ただいま。今でも覚えている、俺たちが過ごした最後の日々。宝石のようにきらめいていた季節を惜しむように、愛おしむように、そして等しく奪われるように、俺たちの時は流れ続けていた。あのあと高魔女、変異したバルフレイム級は夢でも見ていたかのように人々の記憶が曖昧になったこともあり、今では集団幻覚の一種として片付けようとする風潮すらあった。それもあの二人が導いた激動の日々が原因かもしれない。共和国がクロスベルを占領し侵攻してくるのではないかという帝国人全体に共通する危機感、それを煽ることでルーファス教はわずかな期間で貴族勢力を解き伏せ、宰相への全面協力を表明し、アクル七曜暦1205年、正規軍と両方軍の総力を結集したクロスベル侵攻が行われたのである。ガレリア要塞を消滅させたという頂上兵器はすでに失われており、わずか1日でクロスベル市は帝国軍によって無血占領された。間髪を入れずに共和国も反応し空挺機甲師団を投入するが、主力戦車と機甲兵を組み合わせたルーファ、そして俺とバリマールはあの言葉通り帝都解放の立役者に祭り上げられ、クロスベル戦線への協力要請に従い2月には現地入りした。そして機甲兵部隊を引き何度か共和国軍を撃退するうちに、いつの間にか灰色の騎士という名前で呼ばれるようになっていた。そして3月中旬、トールズ士官学院7組最後の日々。近代までの流れはここまでにしておきましょう。来週からは現代、50年前かなり
他の教官たちも気合が入ってたみたいだからさぞ大変だったんじゃない？正直クタクタ。強行軍だったもんね。だがこれも我らが選んだ道。詰め込んでもらえるならありがたいというものだ。独学でも伸ばせるよう配慮していただいていますし。そうね、教官たちには感謝しないと。その君には少し迷惑をかけてしまうが。そっか、同じところをもう一度やるんだよね。構わないのか。構うも何も、むしろありがたいくらいさ。これだけ入念に予習をしたら2年の中間試験でトップを取るのも夢。リン、強気だね。リンさんならきっとできますよ。リン、なんだかんだ言ってやればできる方だから。さすがに調子に乗りすぎか。いや、そんなことはないだろう。せいぜい期待しておくか。さて、明日は久々の自由行動日になるわ。授業も大詰めだけど、部活や趣味も大切にしなさい。いい天気になるみたいだし、デートってのもいいんじゃない？あのですね、教官の立場でそういうのを勧めるのはどうかと。そういうセリフはまず自分が相手を見つけてから言うべきだと思うが。相手か。なんか意味深。ひょっとしてお付き合いされてる方でも。ん？別に。なんだか気になるけど。まあ、野暮な詮索は控えておくとしよう。早いよね、もう自由行動日か。そうだな。と、Thank you.
快適だ。自己修復があるとはいえ、ここで整備が受けられれば。うん、頼まれよ。いや、何かが反応した気がしたが、どうやら気のせいだったようだ。不明だが、単なる地脈の揺らぎの可能性が高い。そこまで珍しくはなかろう。皇帝、何かあれば知らせよう。先日のクロスベル併合を受けて、帝国企業の株価は大幅に上昇しました。またラインフォルトグループ手にとって不足はない。クロエッジ。受けて。その程度か。精進するがよい。
を尽くすしかなさそうだ。受けて。その程度か。受けてみよう、我が前例の奥義。これで早き俺の番だな。これで行くぞ。俺の番だな。今だ。付き合い。行くぞ。私の番だな。行くぞ。
こっか。危険度低下。これ空間が完全に変わっているだと。それも尋常な変わりようではないな。私もトールズの出身なので。ここ最近でこんな風になっないはずよ。肺の鬼神が封印されていた第7層が開いた時以来かしら。
それでも地上界がこんな風に変わったことなんてなかったと思います。だね。エレベーターに続く扉も跡形もなさそうだし、空間そのものが別のものに書き換わっている。ダメです。霊視しても詳しいことは。嫌な感じとかそういうのはしないけど。もうエマたちにわからないならお手上げっぽいけど。しかしこのまま放っておくわけにも。彼を呼ぶのね。はい、来い。灰の騎士。空間転移。バリマール、この状況のことがわかるか。私たち魔女に伝わるのは鬼神の秘密の半分のみ。あんただったらこの状況。我の記憶も未だ完全には戻っておらぬ。だが一つ言えるのは、この場所がグノームたちに気づかれた場所であるということだ。それって各地の精霊窟を気づいたと言われる。私たちヘクセンと協力して1200年前に何かを成した人々ですね。この場所は彼らの技術の粋が集められて大規模な位相空間の構築、フレキシブルなマテリアルの展開、そして構築される試しという名のシステム。ディーンと私たちがくぐり抜けた。かつて大帝と槍の聖女も挑んだという試練か。ああ、クロウもカイトの地下で挑んだという。教えてくれバリマール、どうして知性たちはこんな場所を作ったんだ。どうして鬼神を封印し俺たちに試練を受けさせた。そして今のこの状況は何なんだ。それらの問いに答えられる知識は失われている。だが全ての鍵となるのは大いなる一という存在。最初に生まれ最後に立ちし者だ。大いなる一、最初に生まれ最後に立ちし者。その言葉どこかで聞いたような。うん、大阪ビータなら何か知っていそうだけど。そしてそなたらがかつて戦った漆黒の試練。あれこそが大いなる一の影に他ならぬ。あのでっかいのが。なんか見えてきた気がするけど。あの時の異常な事態が試練だというなら今回の。
さて、とっとと行くとするか。うん、宝箱か。この調子で進むとしよう。風上は取った。任せなさい。そう、マイセイリムだ。イエイ、これで終わりだ。行くぞ。崩れたぞ。あなたは私のバッハ後期キアリ。私のバッハチャンス。俺の番だな。セイナスだ。イエイ見事な連携だったな。ああ、なんとか合わせられたよ。ここで一区切りか。手強いぞ。気をつけろ。行くぞ。受け。参る。さて、この攻撃、え、はい、俺の番だ。せい、任せた。崩れたぞ。また行くぞ。はい、任せろ。はい、俺の番だ。ダンスだ。気合い、任せた。崩れたぞ。また私の番。はい、その程度か。精進するがよい。Oh.
せて今だ。わかった任せた。行くぞ。はええ行くぞ。崩れたぞ。わかった私のターン。俺の番だ。ダンスだ。スキュイ見事な連携だったな。ああ お宝発見。難敵だな。心してかかるとしよう。襲い来るな。任せなさい。迎え撃つのみ。俺の番だな。ここはよし。次に行こう。この調子で進むとしよう。お宝発見だ。
来るな。俺の番だ。迎え撃つのみ。ヘイ、ええ、行くぞ。その程度か。しょ、一区切り。力を尽くすしかなさそう。行くぞ。受けてみ、マイ、連携だったな。ああ行くとしようか。落下しそう。気をつけた方がいい。セイカ、相手にとって不足はない。今だ。キリ任せる。後期キリアリ、ええ、今よ。ここだ。行くぞ。ここだ。俺の番だ。今だ。キリ、これで終わりだ。ええ、行くぞ。俺の番だ。ここだ。風の赴くままに。さあ、行くぞ。かかってくるのよ。今だ。みんな一気に切れるぞ。任せてくれ。私の場合崩したぞ。キアリ、行くぞ。任せなさい。俺の番だな。ヘイ、ダンスだ。キアリ任せ。後期キアリ。見事な連携だったな。まだ続くか。気を抜くな。
せなさい。行くぞ。任せた。天地人。よし、やったぞ。どうやら区切りのようだな。強敵ね。行くぞ。相当じゃない。さて、探索を始めるとしよう。終了。おや、行くぞ。
その程度か、庄司。気をつけた方がいいかも。うむ、この調子で進むとしよう。はい、行くぞ。へい、私の任せなさい。任せてください。俺の番だな。任せなさい。ミキだ。任せなさい。俺の番だ。ここだ。俺の番だ。任せなさい。私の歯。その程度か。風上は取った。
行くぞ。俺の番だな。か私の番ね。任せた。私マイか私の番だ。俺の番だ。行くぞ。はっ任せなさい。俺の番だ。やれせん。行くぞ。今だ。わかった。私の番。はっ私の番だ。行くぞ。俺の番だ。今だ。わかった。えっ、ここだ。俺の番だな。任せ。その程度か。正直どうやら区切りのようだな。力を尽くすしかなさそうだな。ええ、受け。私の番ね。驚け。オーバーライズ。今よ。ここだ。俺の番だ。崩れたぞ。みんな力を貸してくれ。今さらだよ。私の番ね。早く出さん。舞だ。舞戦闘終了。先に進もう。
あるっていう。私たちが戦っ赤の玉、いろいろ混じっている、そんな感じがするわ。いたったか。これは白き影、なんか鬼神っぽい。あんたは何者だ。全てが終わったこの状況で何をしようとしている。我は影、大いなる一が写しにして、裏の試しを司るもの。裏の試しだと。それじゃあ前に僕たちが戦った黒い影の。ローエレナリウスは起動した候補への正当な試し。我は封じられ、本来ならば現れるはずのなかった裏の試し。システムか。その裏の試しとやらがどうして現れたの。あからさまに七組を導こうとするやり方。それでいて私たちを排除するわけでもない。何か事情があるんですね。しかり全ては赤だ。この魔城の暴走が原因だ。状況は分かった。だとしても俺たち7組はここであんたを倒さなくちゃならない。得るものがなくても構わない。俺たち7組の最後を締めくくらせてもらうために、あんたという試練を全身全霊で乗り越えてみせる。いきなりよし。それではこれより裏の旅
返しを開始する。人の声を見事打ち勝ってみせるのに。手ごわいぞ、気をつけろ。マイル、受けてみよう。負けられない。やっ、じゃない、受けて。ここからが本番よ。感謝する。やれる。ありがとう。
受けてみよう。早く行くぞ。私の番ね。まだいける。受けてみよう。まだいける。許さぬ。
勝利だ。これで終わりか。はい。忘れ。うん。あれ、なんで僕。ミリアム。お前。だな、僕おじさんに言われて潜り込んだだけなのに、なんでこんな。いいな、いいなよ。そなたも我らの仲間だ。悲しい時は泣いていいんだと思います。そうだね、私たちも。最後にこんな。だが我慢は無用だろう。そうだな。それでも強がって前だけを見据えて、それぞれの道を歩いていく。たぐ、大したやつらだぜ。元気でね。手紙書きますね。ああ、みんなも元気で。どうせまたすぐ会えそうな気もするしな。そうね、
帝国は広いとはいえ我らにとってさほどではなかろう。うんうん、僕なんかガーちゃんでひとっ飛びだし。あくまで一時の別れ。そうし、今はそれぞれなすべきことを果たすのみだ。うん、それが済んだら。ああ、お互い頑張ろう。うん、ライノの花もいい感じで咲いてくれたし。門出の季節ですわね。まあこの風景はちょっと名残惜しいかな。何？サラ教官、この一年間どうもお世話になりました。我らがこうして新たな門出を迎えられたのも教官のおかげです。むちゃくちゃな指導だったが、まあいろいろとためにはなった。最後にみんなで一言お礼を言おうと思って、こうして不意打ちさせてもらいました。また機会があればよろしく指導をお願いする。あんたたち、もう冗談じゃないわよ。最後までかっこよく。素敵なお姉さんで決めようと思ったのに。サラ、虫が良すぎ。ドッキリ大成功だね。ちょっとやりすぎたかも。エマ君、さすがにあざとすぎたんじゃないか。そうみたいですね。クラス委員長として最後に何か提案できればと思ったんですけど。って、あんたたちの発案かい。やれやれ。いいオチがつきましたね。